皮膚あっという間すぎ、本当に本当にあっという間すぎ楽しかった、ずっと楽しみにしてたティフだし、やっぱアイドルの夏といえばこうティフって感じだからね、やっぱこうアイドルさんはさ誰しも憧れる何ステージ、ステージですし、ちょっと待って、前髪がちょっと前髪がもうダメ、ちゃんとね始める前にね整えてたんだよ、だけどなんか始まったらまた気になっちゃうそうだけど、そのたくさんステージがある中でホットステージに立たせていただけて、しかも最終日だよ、最終日のホットステージだよ、しかももう夕方で、あと残り5組ですっていうアナウンスも流れてて、そんなタイムテーブルにさ出させていただけて、しかもこうデビューの時からずっと出させていただいているので、すごく本当にすごくすごくすごく恵まれているなと、はい、楽しかった。どうでしたか、なんかもうね客観的にね、なんかもうどうだ、みんなの目にどう映ったんだろう。いやもう私もうさ、ライブ中もちろん記憶はあるけど、なんか記憶が飛んでるぐらいもう本当に楽しんでたっていうのもそうだし、緊張もしてたし、なんかね皆さんに楽しんでいただけて、あれいただけていてくれって思いですそうね、暑い中見に来てくださった皆さん本当にありがとうございます。もちろん今日来たかったけど行けなかったよって方もね、本当にその気持ちがすごく嬉しいです。本当にありがとうございますね、だってね、だってもうちょっと外出ただけでもうめっちゃ暑かったの、めっちゃめっちゃ暑くて、もう今日も滝の汗をかいて、もうライブ終わってからもずっと顔赤かったの私、なんか炎症みたいなぐらい、なんかここもこうやって赤いの、ここも赤いし、ここもこう赤いし、ずっと赤かったのに、みんな私たちよりももう何倍もの時間外にいてくれているわけだから、私たちよりも本当に熱い思いをしてくれていると思うし、そうだから本当にね嬉しかったです。こうね、そのそうやってね私たちのステージを見てくださる方が いるっていうのもすごく嬉しいし、幸せでした本当にそう、今日2周年以上だったんですよ、2周年以上だったんですけど、イコの異常位でみんなそのキラキラのフリフリ衣装だったので、なんかあんなに こんな可愛い軍団じゃないけど、こんな可愛いねところにこう私も入れているっていう事実となんていうのか、入れているっていうそのありがたさと嬉しさと幸せさと、あってね、もうイコの異常位でもあんなもう可愛すぎるでしょね。私もねこう同じステージではないですけれども、ね、同時にステージではないんですけれども、なんか一緒にやっぱさちょっと似てるじゃないですか、フリフリ衣装みたいな、ゴロブさんだったらピンキー衣装とかさね、あるじゃないですか、ねみさんとツアー一緒とか、私は2周年みたいな、それを一気に見てみたいっていうあれがあったので、すごい嬉しかったですみんなすげえって言ってたよ、本当に、ああよかった、大阪来てありがとうね、本当にありがとう、来てくれて、初あれティフは初って言ってたっけ、うん嬉しい、思い出また一個できたね。ね、私もどの人も大好き、そうタオルもね本当に楽しかった、もう終わっちゃったの、本当に一瞬だったんだけど、なんかポストでも書いたんだけど、オーバーチャーが始まった時のなんだ声歓声というかがもう やばくて、もうその場で言ったらもううわってなる、ぐわってなるぐらい
で本当にもう一気にもう上がってたけど一気にボルテージがグワッてなって、そのギア、私の中のギアもグワッて上がって、本当にね本当にね幸せでした。青さんとやばいみたいな、やばいそう本当に嬉しい、なんかアイドル本当にアイドル幸せだなって思いました。周りの人もみんな熱量すごかった、本当に、いや本当に皆さんの熱量がすごくて本当に嬉しくって、私たちもそれに応えたいってすごくこうがむしゃらながらではありますけれども、サマソリ夏終わる、早い、夏はこれからだぜそう嬉しかったな。一緒こんばんは、お子さん聞いてなくて、アイちゃん不足、いるやない、いるやないかい、いるよいるよ、嬉しい。でもそうやって不足って言ってくれるぐらい求めてくれて嬉しい、求められるね、求めてくれている人がいるっていうのはすごい嬉しいし、求めてくれる、こんな私だけどそんな人がいる限り私は一生懸命頑張りたいと思います。もっとありがとう、のびろありがとう、やまやまありがとう、バケーション、サコトシャンありがとう、求めてます、ほんまにありがとう今日はねくるりんぱ、ねじりハーフツインにも見えるんだけど、両サイドくるりんぱで、まあハーフツインではないけど両サイドでくるっくるってするくるりんぱ、こういうやつ、こういうやつ、これにしてみた。私は結構巻いてただ耳かけとかが多かったんだけど、ちょっと絶対暑いと思って、あんまり両方なんかやるっていうのはあんま得意じゃないんだけど、ちょっと挑戦してみた。え、伸びたよね、ほんと伸びたよね。でもちょっとここだけ切ろうかなって思ってますね、私もねびっくりした、メンバーにも毎回伸びたね愛ちゃんって言われる、伸びたよね、だからいろんな髪型できちゃうんだ。へっへっ、今日もみんないろんな髪型してて可愛かった、お団子の子もいたり、いやボブってねなかなかないで、ボブもねあのクロリンパとかねじりハーフツインとかできるよ、あと編みたらしとか結構ありますよ。最近アレンジたくさんだがありがとう嬉しい、頑張るマン、頑張るマン、いろんなアレンジできるように頑張るマン、私はできないけどね自分じゃ。楽しかったな。そう今日ねフラジールしたんですけど、今日のセットリストを言いますね。体育館ディスコ、超孤独ライオン、無謀人、夢見るアイドル、今日も君の夢を見たんだ、大空ビュント、笑ってフラジール、ニアリーイコールジョイという献立になっておりましたが、あのフラジールですね、なんと今回特別仕様ということでタオルを使ってみました。どうでしたかでしょうか、みんなタオル持ってくれてて嬉しかったです。なんか今回このなんか特別なタオルみたいなのがありまして、イコノイジョイの、それあのタオルが思った生地と違くて、あ持って帰ってたんだけどちょっと向こうにあるからあれなんだけど、もう洗濯出してたんだけどね、あのなんか水めっちゃ吸収してくれるさ、なんかすごいタオルでした。ほら笑ってフラジーもう失敗なんだよフラジー、空の色はい何色かはい君に教えてほしい、そういっぱいフリフリしましたタオルでフラジールのセヘリベダナニアジョイチャンチャ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 ってこう感想のさ、2人ずつこうポーズしてくるあるじゃないですか。で
あれいつも優香とやってるんですね。でいつもこうポーズ何するとか言って、でリハーサルで「ティー」とか言ってたのね。ティーのティーで「ティーティティー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 」とかティー作ってたから、あちょえもうやっぱティフだからティーにしようって言って、そうこっち担当とこっち担当で今日ティーティーにしようって言ったんですけど、本番こうやってなっちゃって、あのすごいねポッキーみたいになっちゃった。本番ポッキーになっちゃなりました。こうイコールの縦平行になりました。ティー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 ミーケ。次はどうしようかな、次は何しようかな。去年のヒコの味はダメにハマってから約1年経ったよ。嬉しい、本当にありがとう。これからもよろしくね。本当に台湾でライブしたいな。台湾ね、行きたいです。いろんな海外とかね、いつか行ってみたいよね。 J でさ、でも海外緊張するけど、無謀人よかった。フェイク本当に、なんか私なんかいやちょっと後半なんか力んで、なんか音どうだろうみたいな、後半力んでこうやってしてちょっと前かがみな感じだったから、みたいな思って、なんかね私すぐ反省会しちゃうから、そう言ってくれて嬉しい。よかったよかったよかった、ありがとう。すごく勇気が湧いてきます。今日最高でした、ありがとうございました。あこちらこそ本当に最高でした、ありがとうございました。あ自己紹介が一番可愛かった。自己紹介自己紹介が一番良かった、なるほど。本当嬉しい、ありがとね。自己紹介か、やっぱ自己紹介大事だよね。はい、神奈川県出身、あゆみこと小沢あゆみです。あゆみって言ってくれたの、あゆみ、ありがとう、ね、ありがとう、待ってね。バケーションバケーション熊太郎、バケーション熊太郎じゃん、ありがとう。ちょっと待ってね、エコヒーロー、ありがとう。エコヒーロー嬉しい、エコヒーロー、え嬉しい、バケーションパッケージありがとう。バケーションパッケージ暑い中ありがとうね。しかもこうさ、いつもはこう亀子さんってこうやってるけど、でもなんだろう、今年の夏は楽しみたいってさ言ってくれて、こうね亀子さんの現場じゃなくってもあのライブを見に来てくれてすごく嬉しいです。無理はしないで、でも本当に嬉しい、本当にありがとうね。エコヒロありがとう。ガヒラバケーションクマありがとう、嬉しい、クマクマ本当にありがとうございます。嬉しい、かわいい、なんかサングラスここにかけてる人全部ニアジュエのサングラスに見えちゃう私現象があるんで、嬉しい。エコヒロありがとうね。夏ももうこっからずっと先いっぱい思い出作ろうね。嬉しい、本当にありがとうね。いろいろと対バンありがとうございました。いやこちらこそ嬉しかった、本当にたくさん来てくれてライブめっちゃ嬉しかったです、本当にありがとうね。あれからもよろしくま、あおさんみたいよろしくま。いや暑かったでしょ、暑かったから本当にあのみんなね、自分がいやもう喉乾いてないなって思ってももう一回その先はユーザルトじゃないけどその先ももうちょっと飲んでください。いやもう結構タプタプだなみたいな、そんなもう喉乾いてないかなって思った時点でもう3ごくごくぐらいしてください。思ってる以上に飲んだ方がいいですよ。はい、そう後から来るかもしれないからね。私もさすがに今日は塩分取らないとやばそうと思ったのでちゃんと食べました。
塩分。ペットボトル9本飲ませていただきました。9本すごい。いやでもそうだよね、そんぐらい飲むよね。私もね、あのあんまお水普段飲まない人なのね、水分とかあんま飲まない人なんだけど、ライブ終わってアクエリアスつって一気全部飲んだ。何自慢何自慢。もうそんぐらい、私が一本そんな一気に飲みきるなんて全然ないのに、全然ないのに、もう一気に一気に飲んじゃった。びっくりしちゃった。はあ、いやー最高だったね。あれあれもう飲んでるみたいな。もう一瞬飲んだよ。びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。そんぐらいね、本当に暑かったし、なんだろう、ティフってさ、なんだろう、ちょっと屋根っぽくなってるからこもるから、なんかムシムシした暑さだよね。ね、本当にそう。ティフで汗だくになってぶっ倒れたかった。うん。ぶっ倒れないで。サマステ行くからそこで、あ嬉しい、そっかサマステ来てくれるのか。ね嬉しい、サマステもあるんだよ。明後日？明後日？ちょっと待って。もうまたもう脳を切り替えて今度はサマステの脳にしてイメトレしてくるね。もうだね。サマステ行くよん、ありがとう。配信なくて残念ね、今回配信なかったんだよね。そう、うん、なんかついにって感じだね。あゆみ今日は夏バテしてたの？ううん、夏バテしてないよ、大丈夫。しっかり塩分もとってお米も食べた。そう、あのなんかライブ前にお腹いっぱいになるとさ、やっぱなんだろう、お仕事とかもそうだけどさ、こうちょっとお腹空いてるぐらいが一番集中できるって言いません？わかんない、私はお腹空いてる方が集中できるんですよ。そうだからちょっとお腹空いてるなぐらいがベストなの、私の中ではね。なんか軽いしだけど、しっかりパワーをつけないとと思って、ティフのティフってこうなんかなんだろう、ご飯をねいただけるんだけど、あゆみんが載せてたの、あゆみんがあのストーリー載せてたんだけど、そうアボカド、なんかポキ丼みたいなのがあって、それをいただきました。それちょっと食べて、よし、米よし、魚よし、アボカドよしって言って、だから元気でした。やっぱお米って大事だねって思いまし。空腹の時が一番集中できる。わかる、わかる、そうだよね。あじゃあめちゃくちゃ、え本当に、え嬉しい嬉しい、そんな本当にね、そんなことないけど、でもいやでもそう言ってくれるって本当に嬉しい、本当になんか本当に嬉しい、自信が湧いてくる、胸張れる、ありがとう。みんなが褒めてくれるのが本当になんか嬉しい、ありがたいし、ありがたくて、うんね、本当にね胸張れる。いや頑張るけどね、もっと、まえさん助けてくださってありがとうございます。まえさん、嘘、なんか私まえさんのこと助けれた、助けれたならよかったけど、助けれてたのかな、わかんない、私わかんない、助けれてました。そんな助けるも何もたくましいですよ、前は。にゃにゃーにゃ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 ちょっと長い、ここだけ楽しかったな。待って、目が、あ、目ってめちゃくちゃ可愛いからね。ありがとう。お腹空いててもダメだし、お腹いっぱいでもダメな、わがままなのお味噌です。そうだよね、お腹空きすぎてるんだ、だからちょっと食べる、ちょっと軽食。あの私さっきあのティフのツイートと、あともう一個なんか今日の髪型みたいなツイートしたので、ぜひいいねしてくれたら嬉しいです。今日の髪型好き、本当？お揃いにする？クルリンパ。
フロリンパです。ももか？ももかく？これ、え、全然読めない、これ。なに？なに？なにこれ？全然読めない。大なり小なりですよ、これ。ももかよりも、なに？星なんですよ。なになに？ももかよりもなんか大きいものがあるってこと？なにこれ？ももかく？これなに？く、く、くですか？これ。く、く？く？星？これなにこれ？これなにこれ？ちょっと星マスターでもちょっとこれ読めないです。これなんですか？すごく気になるです。大なり小なり？これ。うん、目がしょぼしょぼする。昨日の深夜3時まで、え、え、どういうこと？待って待って、昨日の深夜3時、え、昨日の深夜 3時まで並んでた、え、どういうこと？え、一回帰、え昨日の深夜3時までお台場に並んで、そっから帰って7時から、え、ねえ、本当に本当にお疲れさ、ねえ、本当にありがとう。3時って、3時、うん、ありがとう。そう、みんな本当にさ、行けてね、行け、あ、そうか、あ、さ、江戸ごと3時まで並んでたってこと？お台場に、え、でもさ、3時まで並んで、そっから7時から仕事？え、どういうこと？寝てないってこと？オールです、オール？オール？みんな寝てね。昨日し、フェンシング？私フェンシング見れてなかった。お前待って、目が、コンタクトがずれる。あ、あれか、喋り口調ね。星になってるよ。何？ももかなんて言ったの？なんとかなんですよ、うちのリーダーは。わら、だって。え、何？何？なんて言われたの？なんて言われたの？スプレーでくっついちゃった。スプレーでくっついちゃったの。スプレーでくっついた手は大丈夫？うん、大丈夫だよ。ほら、見て。ほら。ねねねね、ほら。ねね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 。なんか、今日は、いっぱい動くから、いつものスプレーよりももっと固まる。逆にシャンプーやっても、え、今日大丈夫かな？明日大丈夫かな？明日もあれだけど、大丈夫かな？取れるかな？トリエってやつがあるんですけど、普通のケープよりも、もうカッチカチになるの。もう動かないよみたいな。もうカッチカチになるんですよ。でもその代わり、もう落ちないの、シャンプーしても。なんか、見るもの舞台の時に、みんながトリエ使ったんですよ。トリエっていうケープのやつを使ってて、でもうシャンプー何回しても落ちなくて、どうしようって焦ってたんですよ。だから私今日落ちないかも。でも一回ライブできたし、そうで、それを使ってたのね。でそれでこうやって私ここの毛とかこうやって手にこうやってやって、こうやってやってるんですよ。だからその集合写真を撮るときに、じゃあ集合写真撮りますって時に、はい、はあ、手がくっついちゃったみたいな。そしたらジュリーが撮ってました。そう、そしたら彼乗せていいって来て、そんなん私のその乗せてくれんの、優しいと思って。ジュリーパンが見てくれましたか？ジュリーパンがね、乗せてくれてました。優しいよね。ライブではしっかりしっかりのみたいな言ってくれてて、全然しっかりじゃないのに。なんかそうやって言ってくれてて、なんか本当なんか優しいなと思いました。全然いいのにさ、そんなね、なんかその文が温かかった、というかなんか文がいつものなんか LINE のやり取りみたいな感じでしたね。なんか本人からリプ来たし本人からリプ来たし私はね、ちゃんとリプじゃなくて引用にしたんですけど、なんかリプ来たしかわいい。年下だよ、だって。いつも、あゆみの方が年上だけど、あゆみは俺が守るっていつも言ってくれるの。あゆみは俺が守るって、あゆみを悲しませないみたいな。で、なんか、TikTok で、なんか、あゆみのなんか動画が流れてきたんだって。なんかそのファンの子が、こう、作ってくれた、なんかこう、なんだろう、これまでのなんか成り行きっていうか、こう、なんだろう、なんかね、TikTok が投稿されてたんだって、あゆみの。なんかちょっと、いい感じの音楽に
なんかこれまでのなんかさみんなのエンジンとかも入ってるような、なんかちょっと感動系 TikTok が流れてきたみたいでね。で今日なんかそれみんな見てくれてたみたいで、まず今日の朝ね、今日の朝前から URL が送れてきたので、え何 URL ってと思って、そしたら朝からこれ見て泣いてるみたいな前から LINE が来て、頑張ろうねってなって、その後ジュリーからも URL が送れてきて、なんかこの URL 見たことあるぞと思って開いたら、また同じなんかあゆみの TikTok が流れてきて、でジュリーもこれ見て泣いてるって、あゆみのためになんかあゆみのために頑張るみたいな、そのノリだけどね、ノリだけどそうやってなんかしてくれて、でもジュリーがその TikTok を知ったのはももかかららしくて、ももかがジュリーにそのあゆみの TikTok を送ってて、でジュリーがあゆみのに送ってくれて、でも前も送ってくれてて、ジュリーがあの本番前もね、今日本番前にもあゆみの TikTok 見てはぁってなって頑張るからみたいな言って、本当に本番前にみたいな見てて、もう面白すぎ、本当に愛おしいね、こっちが愛おしいわ本当にそんな思ってくれるっていないですよね、嬉しいですよ。ジュリー本気で思ってくれて、このリダっていうのは何、もちろんね、そのあゆみのためだけに頑張るライブじゃなくて、本当にこう私たち自身も楽しいし、こうファンの皆さんにも届けるっていうのはしっかりあって、だけどそのあゆみのためにために頑張るからみたいな、その分かる、そのなんかノリで本当に思ってくれてると思うけどっていうあれですね。そうすごいね、嬉しかった、私もメンバーみんなの笑顔を守れるような強い女になりたいと、強い人になりたいとすごく思います。こうファンの皆さんもすごい私たちのことを支えてくれて守ってくれて、なんだろう、ファンのみんな応援してくださってる皆さんの笑顔なんだ、私がこう守りたいって、そんな私上から目線で言えるようなまだ立派な人ではないし、誰やねんってなるけど、まあ、いつかはね、いつかはそのみんなの笑顔とか幸せとかを守れるような人になりたいし、メンバーが幸せだったりすごい楽しそうに幸せそうにしてる姿っていうのはやっぱりすごく私も嬉しいから、まだ全然何もできないけど、みんなの笑顔を守れるような人になりたいなってすごく思っています。今日もすごく思いましたそして本当にアイドルできてるこの人生が幸せだ、本当に幸せだよ、もう本当に幸せだよ、もうだってセカンドシングルもさこれから待ってるし、この移住も待ってるしさ、ツアーも待って、え本当に楽しみで、もう涙出てくる、あゆみ本当に涙出てきちゃうぐらい本当に楽しみ、もうねみんなのおかげで人生がすごく楽しみ、こうアイドルしてなかったらこんなに、もちろんアイドルしてない世界線のあゆみがいたとしても、あの何楽しい人生を送ってると思うけど、こんなにも色とりどりな人生は本当にアイドルしてなかったら経験できないから、本当に泣いちゃう、もうね、すぐなんかもうダメ、舞さんの自分、前の配信見たかった、舞何あゆのこと話してくれたの、舞可愛かったな、前も LINE でも言ったけど、前今日もとっても可愛かったよ、とっても可愛かったし、あのちょっとさ三つ編みの部分こんぐらいのやつめっちゃ可愛かったね、可愛かったよねライブ中の前も可愛かった、みんなの顔見たけど、こんばんは、愛ちゃんを守るとか言ってたお方熱くて寝るってさ、えショールームだってしてたじゃん、
え、さっきショールームしてたよね。もう寝るの？こんばんは、こんばんは。もう寝るの？まあでもね、やっぱ早く寝るって大事ですか。私もね、今日も早く寝たいです。やっぱね、やっぱ毎日ね、早起きしなきゃなんでしょう。なんでしょうじゃないよ。早起きは大事ですからね。え、見れなかったよ。一瞬入ったけどね。一瞬見たけどね。まあいい。リピート配信して。え？え？だってジュリーさっき始めてたじゃん。え？ジュリーもう終わったの？え？だってさ、結構同時ぐらいじゃなかった？同時ぐらい。あ、でも30分経ってんのか。言うて。私がなんか、時間感覚がバグってるだけか。え、ももかわやってんな。ももちゃん、ももか、ももかもとっても可愛かったろう。あ、可愛かったろうだって誰誰可愛かったろ今日もとっても可愛かったよ。もうとにかくとにかくとにかく私はもう10人全員でティフに出演、ティフのステージに立てたっていうことが本当に嬉しかったです。本当に嬉しくってたまりません。そう、階段を降りて移動した時もももかがいっちゃ可愛いって、ももかが本当可愛いってって言ってて、そう、え、本当に一番可愛い、世界一、あ、一番可愛いみたいな言ってて、あ、いや、もーちゃんがいっちゃんかわいい、もーちゃん世界、もういっちゃん可愛い、でもいっちゃん可愛いからもう、もう胸張ってくれればもうそれでいいって言って本当って、本当、じゃあ、うん、じゃあ頑張るって待って、え、やばい、ジュリーからめっちゃハテなってくる。ジュリーがいっちゃかわいいよ。ジュリー見てるでしょ、私の配信。ジュリー見てるでしょ。ジュリーは俺が守る。ジュリーは俺が守る。ジュリー早く寝な。ジュリー早く寝てください。俺が守る。なんかさ、 ALT みたいなやつにさ、なんだっけ、なんか抱きしめ、なんか抱きしめたいみたいなさ書いてて、なんか本当になんかいつもの会話みたいな感じすぎてどういうこと？うん、寝なね、早く寝て、早く寝て。じゃあジュリーがもうちょっとやりたかった、配信したかったっていうその気持ちを紡いで、私はもうちょっとやるから、ジュリーはもう寝て、早く寝て。やだ、私さ通知オンにしてるから私通知オンにしてるからさ全部出てくんの、笑っちゃうからうん、ね、早くコラボ配信とか したよね。誰にでも言ってるのね、だってあ、バレた。いやでもみんな、みんな、みんなに思ってます、本当に。うん。みんなに思ってます。やっからしょ。ね、コラボしたいよね。ね、コラボしたいです。え、本当に嬉しい。ティフお疲れ様って。ありがとう。嬉しい、とっても。嬉しかったら？ももちゃん、え、ね、ももちゃんと一緒に、どうやってよかった、ももちゃんも頑張ったね。みんな頑張った。お疲れ。まいちゃんが、あいちゃんが、にゃじゅに、にゃじゅに、ん？にゃじゅに、世界線を考えられる。壮大すぎ、壮大すぎ。そんなことない。ありがとう、そんな言ってくれて。でも、すごい言ってくれる、それ、プライベートでも。すごい、めっちゃ、なんか、帰り道とかでも、すごい言ってくれる。嬉しい。私こそみんなに出会えてよかった、人生一回しかないけど、この
この代はね、まあ、前世来世とかあると思うけど、このこの代この代でこうね、あの出会えたのがすごく嬉しい、恵まれている。私は本当に周りの人様にも恵まれている、仲間にもすごく恵まれている人生だなって思います。この他の人に会いえマリカ対決したい。いやちょっと待って、今日もその話したかも、今日移動の時になんかした気がする。でええ私スマブラやりたいみたいななんか話した気がするんだけど、デジャブ、デジャブですか。こんばんは、こんばんは、こんばんはに、こんばんはに、アリゲーター。そうそう、同じ時代を嫌いだのがあったこと、そう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 。あゆみスマブラ何使うのって、いやスマブラはですよ、これ何回も私何回もこれ話してるんだけど、私スマブラはもう絶対ミーの空手の脳天割りしか勝たない。これ私もう何回も言ってる、5回ぐらい言ってるよね。だって鼻かゆい、鼻かゆいよ。デジャブ、うん、もともとはピカチュウ使ってたよ。ピカチュウとかピーチ姫使ったんだけど、ピーチ姫はあのなんかその株を抜くの技があんまなんか強いんかなってちょっと思っちゃった時期があって、難しいなと思って、でピカチュウもなんか難しいなと思って、で一回もう技術がない私でも勝てるやつってなんだろうと思って一回脳天割りをしてみたの。上から上がって下にボーンってなるやつで、ね、脳天割りを使ったらね、脳天割りを使ったらね、脳天割りを使ったらね、脳天割りって何。もうねもう勝てるの。もうだってやばいと思ったらまず脳天割り上に上がるから逃げれるわけよ。で逃げれるし、逃げれるからのボーンだから、逃げからの攻撃だからもう一生勝てんの。そうだからミーの空手の、あ格闘家かな、格闘技の脳天割り、ゲームウォッチ、ゲームウォッチめっちゃ難しいよね。ゲームウォッチはあの上級者向けのキャラクターみたいですよ、わかんないけど。いやカービィも使ってたよ、カービィ大好きね。カービィカフェ来てんだけど、カービィカフェってあるよね。あとね、あのカービィがね牛丼とコラボするんだって。コラボン。コラボン。カビゴンみたいじゃん。コラボンするんだって、カービィ牛丼、カービィ、カービィ牛丼、カービィ牛丼だって、カービィ牛丼。えレロンゲームウォッチなの、上級者やん、上級者やん。株は表情によって強さ違うんだよね。そうなの、知らなかった。あみちゃんゼノンにお疲れ様、スマブラの話するぐらい元気でよかった。あ違う、元気で安心した、ありがとう。わざわざ、全然だよ、全然お疲れ様って、みんながお疲れ様すぎ、私は全然ね、好きなライブ、好きで早くやりたかったっていうライブをできた日ですから、もうボルテージもアドレナリンもありますし、本当に元気、もう幸せ、もう今幸せで心が満たされてる、まあ、いつも幸せなんだけど、もう本当に幸せ。もうね、今日のなんだろう、夏のこうライブのことを思い返しても、これからの予定、ニア充の予定を思い返しても、あ思い返しじゃないを想像しても、もう楽しみなことしかなくて、なんかアイドル、いろんなこう活動の仕方のアイドルさんっているけど、なんていうの、いろんな方針のアイドルさんいらっしゃるけど、なんか本当にこれからのことを考えると、もうね、こんな幸せな挨拶していいんかっていうぐらい、もう涙が出てくる。もう今泣けって言ったら泣ける、泣かないけど。もう今ここで泣けって言ったら泣かないけどね。あ、塩分チャージ食べました、あの始まる前に食べた、始まる前に一個食べました、美味しかった、美味しい。64のスマブラから持ってんの、すごっ、いいな、いいな、いいな。
可愛いよね。出たスティーブ、スティーブ出た。え、テリーボガードってなんだっけ、なんだっけね、テリーボガードってなんだっけ、え、ね、なんだっけテリーボガードって、鳥だっけ、え、なんだっけ、私キャラ見ないと出てこないよ。リンクの下絵しか勝たん、いや待って、怖すぎてわかんない。コアレ何わかんない。え、下リンクの下絵って何下絵って何ゲームしたい、みんなってゲームしたいな。え、てか待って、ゲームといえばさ、あれもあんじゃんね、ねえ、あれもあんじゃんね、なんてだっけ、13日とかだったっけ、あれもあんじゃんね。12日でした。え、待って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 、ちょっと待って、でもあれは多分応援だから、多分私たちはやんないと思う、多分応援だと思ってるよ私は。そう、 e スポーツ、え、 e スポーツさん、え、わかんない、私たちは何もあの何するかとかあんま分かってないので分かんないですけれども、え、そう、あの8月の12日にね、そのあの高校生、あの e スポーツっていうあるじゃないですか、ゲームの、さ、ゲームはスポーツだっていうあるじゃないですか、あるんですよ。で、そのそれにね、ゲスト応援って言って、でも公式のね、その e スポーツさんの公式の人だとゲストで応援みたいな書いてあったから、まあ、たくさん応援させていただきたいと思うんですけれども、こちらにねゲスト出演させていただくんですよね。公開収録みたいなイベントなのかな、どうなんだ、私もちょっとね、あのはっきり分かってないんだけれども、でもそちら、あの観覧無料でございます。なので当日、8月12日当日に、あの六本木に来ていただけたら会えます。私はチーム A、 いや分かんない、なんかチーム1、分かんない、こうチームが2個あって、私はコノアとミツキと私の3人で、はい、フォートナイトの回ですよね。なのでその3人がいるので、ぜひ来てください。皆さん8月12日の予定はどうですか、ちょっと今あの Google カレンダーとか確認してみてください。8月12日は何してますか、もしかして空いてるとかって言いませんか、あ、だって、お仕事だよね、みんな空いてます、空いてますか、ぜひ六本木来たりしませんかね。六本木来たらいるんで、注意も、はい、ぜひ。たまたま空いてた、え、たまたまですか、本当にその無理させちゃってないですか。あ、海の日の振り返りなんだ、あ、そうなんだ、海の声が聞きたくて、風の声に耳そう、六本木、そう、夏って六本木よくいっぱい行くね。この間も六本木アイドルフェスティバルで、サマステも六本木だしね。なのでぜひね、ちょっとまた詳しく告知しますけれども、8月12日 e スポーツね、高校生 e スポーツにゲストとしてさせていただくので、観覧無料ですので、その場にね、まあ、来ていただくの大変だと思いますけれども、あの来ていただけたらは会えるということで、ぜひね、もちろん私たちが メインじゃないのでこうあれですけれども、私たちはもうしっかりこう e スポーツさんを応援させて、ね、こういただくってあれなんですけれども、まあ、ぜひね、ぜひ一緒に盛り上げましょう、一緒に応援しましょうということで来てくれたら嬉しいです。え、わかんの、お昼とかだったよね。え、どうでした、わかんの、もう一回私ちゃんとあの告知しますね。フォートナイトはね、あのパソコンで家族がやってて、で、あの何、あのちょっとやりたいって言って、ちょっとパソコン貸してもらって、ちょっとフォートナイトをやったことありますけれども、全然難しい、私本当に何だろう、こう隠れてこうバンバンバン打つっていう感じできないんですよそう、怖くなっちゃって、しかも私几帳面、変に几帳面のところあるから、そう、変な几帳面のところありますから、こう何だろう、グッズとか
ねグッズっていうかこう武器作ったりするじゃないですか。あとなんかこう家とか壊したりして木材あるじゃないですか。でもなんかこう壊し、なんだろう、全部壊したくなっちゃうのよ時間なくても。だからね難しいんだよね。そう難しいよね。あいちゃん焼けてない？今日はね大丈夫なはず。いっぱい塗ってるし、今日はでもね屋根だったからね。でもゲーム好きですよ。ゲーム実況めっちゃ見るから、そう毎日ゲーム実況見ちゃう。大好き。フォートナイトのゲーム実況もよく見てました。え、そうなの？戦わないで建築とかしちゃうのよ。わっか、そう。しかも、こう、なんか狙われたら、え、怖い怖い、どっからどっからってなって、もうとにかく高く高く、こう、屋根を作っていっちゃうのよ、フォートナイトは。どん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 作っちゃって、やばいやばいやばい、くれ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 みたいなやって、まあ結局やられるっていう、あれなんで。そう。だからね、難しいですよね。暑かったろ？暑かったろ？みんなも暑かったろ？ねえねえねえ、ゲーム実況、やってみたい。え、バロラント、バロラント、私やったことないんですよ。そちら私やったことなくって、プレイしたことなくって、そうやってみたいけど、そう難しいよね。まみちゃんの配信来なかったら12日の情報入ってこ、あ、本当に？え、よかった。また、あの、私公式 X やってるんですけど、ぜひね、またそこで告知するので、見てください。待ってます、ぜひ。ぜひね。ゲームは自分でやるより人のプレイ見てる方が楽しい。あ、そういう、あの、そっち派の方もいますよね。わかります。わかります。するのも私好きだけど、ゲーム実況見るの大好きだからわかる、その気持ち。しゃっ、あっ、やらかしてしもた、やらかしてしもた、うちは今日やらかしてしもたで。工藤シェアしてへんで、シェアしてへんで、あー、なんでみんな気づいてくれたの？逆にありがとう、気づいてくれて。通知ねえ、シェアしても、なんで、なんで、なんでシェアしてへんで、ほんまに、ほんまにシェアしてへんで。いや、もう10分で終わるで配信。まあしょうがないね、気づいた人だけど秘密の配信にしましょうか。秘密の配信にしましょうか。今日は内緒のね、今日は気づいた方だけラッキー、そんな配信にしましょう。ケープで指が固まったそうな、わら。なんかすごいわら。そうだよ、固まったよ、わら、まあ、すぐ取れますけどね、すぐ取れましたけどね。うん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 、成果でこどう。まあいっか、そんな時もあるよ。あんな、これなんていうの、濃く猛暑か、あんな猛暑行って眠くないの？え、暑いと眠くなるんかな？あ、でもなんかそうかも。眠くなるのかな？でも大丈夫、まだ。わかんない。ショールーム、ピッてやった瞬間に、ってなるかもしれないけどね。なんか眠くなる前にお風呂、そう、今日はさ、まつげにいっぱいマスカラ塗っちゃったから、3度塗りぐらいしちゃったから、頑張ってメイクをこうやって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 やらないとね。あと私、モーメンツしてない、モーメンツも。モーメンツもしてないわ。ありがとう、今日も。小田さんが元気でいてくれたけど、俺男を付き合ってるとこあるよな。ほんまに？ほんまに？ありがとう。これからも続けてね。これからもあゆみのこともぜひ応援してください。嬉しい。
今すごくいい顔しているね。充実しているのね。ええ、いい顔してますか。いい顔してますか。はい、すごく充実しています。スクショしよう。今日は髪の毛ネジネジしてもらったし、スクショしよう。スクショ私は気づいた時に やらないとさ、忘れちゃうから。神妙な顔つきしてるでしょ。神妙でしょ。 ごめんなさい先端。神妙ですか。アミちゃん出会って1年経ちそうって今。確かにあと1ヶ月じゃん。あと1年経ってないんだってか。そう思うとね、濃いね、人生って濃いね。酷暑だったわさっきの。酷暑でした。パーズ募集中、エントリー受付募集中。めしょぼしょぼする。髪型かわいいだって。嬉しい、ありがとう。今日はね、あのこうやってしていただいたんです。こうやって、あ、ブロックサナツンさんですか。サナツンさんお誕生日おめでとうございます。そう、まさかね、まさかこうあのお祝いをねさせていただけて、一緒にそんな幸せなことありますかね。そんな幸せなことありますか。嬉しい、すごく貴重な瞬間に立ち会わせていただいてすごく嬉しいです。素敵な一年になりますように。いつもいつもね、リハ室とかでお会いした時もいつもって言ってから、嬉しい。今日ね、そう、今日はあのノイミさんにはお会いできました。そう、ノイミさんお会いしましたよ。やっぱ安心する、先輩方にお会いする。そう、あのね、本当にこれジョイみんなわかると思うんだけど、こうティフで会う、なんだろう、いつも安心するよ。でもなんかティフでいろんなアイドルさんいらっしゃるじゃないですか。で、先輩方がいらっしゃると、はあ、安心するみたいななるんですよ。そう、待って、ごめん、みんなあのコメント してくれた、コメントというかポーズしてくれてました。あれなんだっけ、何しようとしたんだっけ、ポーズ、なんか無難。ティフ、ティ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 、指くっついちゃったボス。ノーテオ、どうでしょうか。ね、楽しみ。リーダーズさんの、リーダーズさん、リーダーズ、いや、だからリーダーズさんって言っちゃうんですよね。でも、ま、自分も一応、ま、リーダーだから、まあ3はあれなのかと思いつつ、でもリーダーズさんってこうなんか今いつも葛藤してます。この気持ち、これリーダーズさんですけれども、でも、まあ、私もまあでもこれから私もまあリーダーではあるし、リーダーさせていただいているけれども、まあ、でもリーダーズさんだし、だけどでも自分にさんつけるのもおかしいしっていう、こういつも葛藤があって、はい、どうしたらいいでしょうか。ギャラピ
ギャオギャオギャオ。オリンピック見たいな。オリンピック、そう、本当はさ、私さ、あの仲直りシュークリームの TikTok 撮りたくって頑張って練習したんだけど時間がなくって撮れませんでした。またチャレンジできるかな。ちゃんと練習したんだ。あ、こっちだ。じゃあ、だからか。ごめん、たたない。チュン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 。チュ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 ン。チュ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 。そう。頑張って練習したので、いつか撮れますように。一緒だ、無宣言。絶対ドリームライド私も大好き。絶対アイドルやめないで。 TikTok ね、待って、もうやめなきゃ、もう終わらなきゃ、終わらな、終わらなあかん。明日がやってくる、明日が待ってくる、待ってくる。待ってくる。今日はあのリングライトをして見てたんですね。だからちょっとほら目がキラキラしてるでしょ、キラキラしてるでしょ、目がキラキラというか、何でしょうか、こうリングがあるでしょ。今日はね、久しぶりにリングライト使ってみているんだ。どう？あー、もうアドレナリンで寝れないよ。でも明日はやってくるし、明日も起きなきゃだから、ちゃんと寝なきゃ。いい感じ？かわいそうな MC、キラキラ。いや、夜がキラキラ。陽気すぎ。ね、寝られへんかもねって思ったら眠くなってきたかもって思ったら眠くなってきたかも。気持ちよく寝られそうだよ、こっちは。よかったよかった、気持ちよく寝てください。もうゆっくり寝てください。今日ティフ来てくれてた方も、お仕事頑張ってるって方も、もうみんな頑張ったから、みんな頑張ってもみんなたくさん体力使ってるし、毎日だって普通に生きてるだけで1000以上はあの消費カロリーしてるんだよ。ってことはみんな頑張ってるんですよ。すごい美味しそう。だから本当に寝てください。オベロンありがとう。ありがとうね。だからもう2回寝ると冷ましてだ。お正月にはだから真夏の日にはやめとこ。あいも今日も来てて偉い。嬉しい、みんな偉い。眠りながら配信見てる、どういうこと、すごいじゃん、すごい、すごすぎ。寝ながらコメント打ってくれてるの、すごすぎ。やめたか、もう変なモード私入っちゃうから。はい、自分で変になる前で終わります。フェス行ってかき氷と、最高、かき氷食べたい、かき氷、かき氷食べたい。そして少ししか見てない元気チャージ、よかった。じゃあ腹をくくって覚悟を決めてランキングを見たいと思います。さあエンディングのお時間でございます。13位トゥルルちゃん、あおちゃんありがとう。12位トゥルルちゃん、ラーラーありがとう。11位トゥルルちゃん、ひろしありがとう。10位トゥルルちゃん、そうたろうありがとう。9位トゥルルちゃん、ハッピーありがとう。8位、トゥルルちゃん、マコ、ありがとう。
7位、トゥルルちゃん、ブルーゴールド、ありがとう。6位、トゥルルちゃん、テストビさん、ありがとう。5位、トゥルルちゃん、鎖骨ちゃん、ありがとう。4位、トゥルルちゃん、ヤマヤマ、ありがとう。3位、トゥルルちゃん、モト、ありがとう。2位、トゥルルちゃん、ナピロ、ありがとう。そして入る第1位はじゃん、デカヒダー、ありがとう。デカヒダーありがとうね。しかもバケーションクマも本当にありがとう。わざわざ甘えてありがたく いただきます。いただきます。クマは食べないけどね。ありがとう、嬉しい。みんな本当夏バテしないでね。夏バテのんのんのん、お腹なんかまとめ髪、こうやってさ編み込みとかしてまとめ髪したらこういう感じなのかな。まとめ髪さすがに私勇気じゃないから多分しないと思うけど、なんか耳みたい。でも浴衣の日があるからまとめ髪自分でできるようにならなきゃいけないよね。オンラインであるので浴衣の日が、さあ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 、エンディングのお時間がやってまいりました。ここまでのお相手はニヤリーコルチャーの小沢恵美とと、もう終わりたくないけど、でももう寝なきゃ寝なきゃ。え、何時に寝るか目標決めようじゃ。ねえねえ、なんかみんなでじゃあこの日この時間まで寝るって思ったら、私携帯ダラダラしないで頑張れるかも。でも最低2時間はください。じゃ1時に寝る。いやいや無理だな、1時半に寝る。どう？いや3時までは今日は絶対に行かないって決めてる。今11時でしょ。で多分まあ30分ぐらいまでなんだかんだモーメントとかしたりすると思うから、11時半で、1時半でどうでしょうか。私は今から働くよ。頑張ってね、応援して。今私のもうね、私は今日あと寝るだけだから、あのもうパワーとかエネルギーなんてもういらないの。もう寝るだけだから、寝るだけだから、もう何か言うの。だからもう私はもうパワーいらないんです。だから私のパワーを全部あげます。 For you、 頑張ってね。ご飯食べてね。食べたかな、ご飯食べた。私ね、こうライブが終わった時ってなんかやっぱ酢の物とか食べたくなるの、さっぱり系。その時におすすめなのがリンゴ酢を使っている人参のキャロットラペなんですけれども、あのキャロットラペが本当に美味しいね。ほんとみんな、え、キャロットラペ？って思うじゃないですか。あの、キャロットラペ、ほんと美味しいから食べてほしい。お願い。お願い、キャロットラペ食べて。そう、人参苦手だよっていう方。で、多分これはね、アリスとかに言ったら、ってなるかもしれませんですけれども、ほんとに、キャロットラペ美味しいから、キャロットラペ食べてください。大好き、キャロットラペ。ラペはなんかわかんないけど、ちょっとリンゴ酢。みたいな感じの、うーん、なんていうんだろう、リンゴ酢みたいな、ちょっと酸味がある、うーん、酢の物じゃないんだけど、なんだろう、なんかフランス版イタリア版のおしゃれな酢の物みたいな感じで、も甘いの。ちょっと酸味を感じるけど甘くって、そう、美味しいの。キャロットラペ、ぜひキャロットラペおすすめです。キャロットラペを勧める。そう、美味しいんです。大丈夫そうだって。え、大丈夫そう、嘘、何、何が大丈夫そう、わかんない、大丈夫じゃないかも、わかんない、わかんない、大丈夫かもしれない、いや大丈夫じゃないかも。守らなかった場合、守らなかった場合は謝る、ちゃんと謝る。なんでニア充海外系の料理好きなんだ。え、それはリコでしょ。だってリコだよ、それは。リコがただこう、カオマンガイとかそのベトナム系が好きだって。でも私ベトナム系大好きなんですよ。もう、フォー大好き。カオマンガイ、ガパオ、
タイマイ、フォー大好き。もう誰か一緒にベトナム料理食べに行ってください。もうベトナム料理大好き。もうベトナム食べに行きたい。ベトナム食べに行きたい。アローイ、アローラフォー大好き。フォー、あ、私一番好きなのパッタイ。私パッタイが大好き。もうパッタイが本当に食べたくって、でもパッタイってあんまり食べれないタイ、食べないタイ。もうパッタイ本当に食べたい。でもどこにパッタイ売ってるか分かんなくって、どこにパッタイありますか。誰か美味しいパッタイのお店知りませんか。ナンプラーいける。もうナンプラー大好き。もうどんどこい、もうナンプラーなんぞどんどこい。あの本当にね、ナンプラーじゃないや、フォーじゃないや、パッタイ食べたくって。でもパッタイないんですよ。だからもしあの美味しいベトナム料理屋さんあったら教えてください。パッタイ大好き、パッタイ大好き。パクチー大好き。もうパクチーだけサラダ大好き。パクチーだけサラダ食べれちゃう。もう今日も本当に今日そう、もう今日の最後の挨拶本当にこうだった、うん、そう、10月から ホールツアーも開催するので、私の最近のじゃあ悩みを言って終わるね。どんだけ喋んだよどんだけ喋るんだよ。だから私は寝れないんだよ、もう今日の時間までにさ。汐留でよければ、え、汐留にあるの。行く行く、汐留。じゃあ、え、あるよね、練乳入ってるコーヒー。なんだっけそれ、あるよね。私それ飲んだことないんだよね。そう、ベタやの池袋の東口にベトナム、え、そうなの、そうなの。池袋、池袋行きたい。じゃあメキシコ、メキシコ美味しいよね。え、な、何話しておろうと思ったんだっけ。あ、そう、最近の悩みね。最近の悩みはライブで最近、その何、告知のところでね、こうホールツアーの告知をさせていただいてるんですよ。10月から始まるホールツアーだけど、私どうしてもホームツアーって言っちゃうんですよ。そう、今日はね言えなかった、今日は大丈夫だった、今日はすんなりホールツアーって言いましたけれども、どうしてもホームツアーが一瞬ね、ホームがよぎっちゃうの。だからいつもやばい、お願いしますお願いしますと思って、もう 50-50 の確率でもうホール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 と思って、なんとか生きてます。これが最近の悩み、ホームツアーって言っちゃう。皆さんのお家に行かせていただくホームツアー、はい、私のこれ悩みでした、最近のでもこれだけ悩んでること。だから元気悩み事ない、悩んでない、元気。みんなも悩み事があったらね、別に私誰に言うとか、え、誰々これで悩んでたらしいよとか、そんなあの言いませんので、はい、ぜひね、悩み事があったら言うだけでもすっきりします。そういう時ってありますよね。だからそういう時も全然私に言ってください一時期流行った、そうで、あ、待って、萌が投稿してる、私も投稿しなきゃありがとにゃん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 、ありがとにゃんにゃんにゃん。じゃあ終わります、喋っちゃうんで、喋っちゃうんで終わりますありがとうございました、今日も一日お疲れ様でした。みんな本当にね、いっぱい寝てください。よし、頑張るよ、こっからタイムアタック頑張ります。1時半、ま、2時にならないまでには寝る。2時にならないまでには寝ます、絶対に。頑張るぞー、あー、みんなも頑張ってね。みんなもこれからお仕事出るという方は本当に頑張ってください。もう頑張ってくださいというか、頑張ってるから、こうなんだろう、もう体調が無理ない程度にね。でももうあと寝るだけでっていう方は一緒にタイムアタックしましょう。はい、1時半、ちょっとまあ2時よりちょっと2時よりちょっと前くらいまでには寝るように頑張ります。ではでは、おやすみ、ありがとうございます。弱気弱気、ありがとう、頑張るみ頑張るみ、おやすみなさい、ありがとうございました、今日も一日、バイビー。